ミムシムレッスン TV オンライン特別客ご質問いただきました。その11の5番目となります。ミムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。先日このようなご質問をいただきました。 FBX って何ですかというところになっています。 FBX とはレビットで作成したマテリアルだったり、その他ですね、詳細のものを他のオートディスク社製品、例えばインフラワークスだったりナビスワークス、または 3DS Max に持っていくときに使用していただいています。 FBX ですと何がいいのかというと、前回からですね、ずっとやってきている、例えばマテリアル、ご自身が作ったマテリアルをそのまま他のとこでも反映をさせたい場合ですね、そういった場合には FBX で持っていかれる、書き出しをしていただく方がいいと思います。ただちょっとだけ注意点があります。何かというと LOD の使用ですね。ちょっとファイルの方は大きくなるんですが、チェックを入れると大きくなってしまうんですが、忠実で滑らかなモデルが作成するというところのですね、なっています。でそしてもう一個、これを作るときなんですが、 3D で持っていくので 3D ビューで作られるかと思うんですが、 3D ビューを複製をして、そちらの複製したファイルの方で作られる方がよろしいかと思います。また境界値がない場合というのがありますが、非表示にする場合にはここを選択するというところですね。 3DS Max で開いたときにメッシュの表現とは異なるモデルなので、より自然でリアルにする場合というところがあるので、ちょっと考えながらですね、作っていただければと思います。2023年には小規模な工事を除いてビムシムを導入するということになっています。ですのでそろそろですね、使いこなすことに的を絞っていくっていうのもいいんじゃないかなというところを思いながらお伝えをしています。今月の在宅応援キャンペーンは11月の22、23、48時間限定となっております。またお問い合わせフォームからお問い合わせいただかないとちょっとお答えができない場合があるのでお気をつけください。加盟で参加をしたい、ちょっとだけ参加したいとかですね、そういう場合には無料のオープンチャットを作りましたので、どうぞよろしければご参加ください。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスンはここまでとなります。また次回をお会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。